はい、運勢ランク下位だった人へ過ごし方伝授棒読み、ね、はい、それは俺、はい、まあ、昨日一昨日とですね、はい、あの運勢ランキングやっておりまして、1位から9位までランキングしたんですが、はい、6、7、8、9という、こう下位4つの方はですね、やっぱりあの悪いって言われっぱなしじゃどうすんだよって話になりますので、うん、それ用のまあアドバイスと、こうすると良くなるよと、はい、で、6、7、8、9で発表します、はい、ですから、5月の運勢第6位だった方、はい、名数3の方だったんですけれども、これはですね、まあ、ちょっと孤独だよみたいなことをこう言ったわけですね、はい、ですから、他人との関係に気をつけるっていうのがこの場合の、アドバイスになるわけなんですね、うん、まあ、人間関係にいつも以上に気を使えよというのがポイントである。ほうほうほう。で、それだけだとちょっと抽象的だから、もっと言うとね、うん、あの争いが起こりやすかったりするんだけど、自分がとにかく引けってことです。あの、突っかかるな、勝とうとするなと、なるほど、争いをなるべく未然に避けるようにするっていうのがキーワードになります。一歩自分が引くね、ちょっとあの悪くなくてもごめんねっていうぐらいの感じでいくと、ね、名数3の方やっていきますので、頑張ってください。なるほど、はいはい、続きまして第7位ですね、うん、第7位名数8の方でしたよね、はい、で、まあ、まず一人だけで目立つなよっていうのはこの間も言いましたけど、これ結構大事なポイントになるわけですよね。で、一人だけじゃなく人のために何かすることがそのまま開運の鍵だったんです、うん、そういう立場に立つよっていう運気なんだけど、いやいややるんじゃなくって、そこで精魂込めてやって、まあ、いわゆる恩を売っとくことによって、うん、後で自分がそのセーフティーネットに救われるよっていう形になりますので、今のうちなるべく恩を売っといてください。人の世話をして恩を売ると、うん、はい、これポイントになりますね、うん、そして、第8位の方、第8位の方は、名数6でしたよね、はい、確かね。で、まあ、責任とか負担が増えるんだよっていう話をしていました。で、まあ、これはある意味当たり前なんですけども、もうやるべきことをきちっとやるぐらいしかないんですよ、うん、特にその起死回生のすごい策があるというよりも、手を抜いたり、楽して逃げようとすると余計傷口広げますので、うん、もうやるべきことをきちっとやると、うん、きちっとっていうのは時間をちゃんと守るとかも含まれるわけですね。あ、人として、そうです、そうです、社会人としてね、社会人として、うん、その辺きっちりやろうじゃないかと、はい、これが第8位と、はい、はい、で、ワースト9位の方でしたね、9位の方は9で、なんかどん底だからみたいなことを言ったわけですよね、はい、で、これをよくしようっていうわけなんですが、はい、まあ忍耐と我慢でしょうかね。もう一声先生お願いしますよ。なんか行動的に、行動的に、ね、もう一声9の方へ、はい、これはでもね、名数占いに限らず運が悪い時のもう基本的な心構え、占い上の心構えなんですが、もういいじゃないですか。もう開き直ると腹くくるしかないんです。もう来るものは来るんだから。お天気みたいなもんなんで、土砂降りだよっていう天気予報があって、で、俺明日出かけるつもりだったのにって言ってももうグズグズ言ってもしょうがないんですよ。だから雨降るって言ったら雨降り用に予定変えるしかないんですよ。だって人間の力で雨変えられないんだから、だから9位だよっていうのも変えられないので、うん、9位なりに楽しむってことを考えなきゃいけないわけですよ。あ、そうすると、まあ、新三華僑に入りてっていうやつであってですね、悪さを楽しむぐらいの心にならないとダメよってことになる。でもなんかその、だから開き直りいいかもしれないですね。そのなんていうんですかね、悪いってもう分かってんなら、ここに悪いことが来ても、あ、今月どうせこうなんだからそれは仕方がないよってちょっと開き直れるというか、まあ、ジタバタしないとかですね、うん、今月に限りの方法だけど、うん、最悪を想定して、起こりうる最悪なことを想定しておいてもらうと、少しはそれより現実マシじゃんみたいな感じで、そこに喜びを見出すと。でもそれいいかもしれないですね。前も先生おっしゃってましたけど、その怪我した時もこのうわーとか思うけど、もっと悪かったかもしれない、そうそうそう、もっと大丈夫だったかもしれないって言ったら、これで済んだよっていう考え方ですよね。それを日常使うとね、ただの逃げ口上になっちゃうから、うん、今月名数9の方だけのアドバイスだと思ってください。あ、名数9の方はそういう運気だから、もうそういうふうに自分の方を現実に合わせるしかないので、なるほど、まあ、強い心で頑張りましょうねと開き直りましょう。はい、はい、これ6位から9位、はい、以上でございます。ありがとうございました。みんな強く生きよう、いきましょう。